あとはですね、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、まあ、例えば、ね、この PX5000 にはですね A2 まで伸ばせるということでねお話ししましたが、ここだとね A2 ってものすごく大きいんですよ、ね、で自信満々にねこう会場に持っていくと意外に小さかったりするんですね。だから飾り方を考えないとなんかねとってもね寂しい感じに、ね、なってしまったりします。ですからねその大きさ感というかねそういう想像力それをね、確実なものにするためにもやはりねこう下見っていうのはね大事かなと思います。まあ、そういう意味ではですね結構緻密にね写真のレイアウトっていうのをね僕は考えています。例えばこれはねその写真展を飾る人のための指示書なんですけれどもね、こんな感じでですねまあ適当ではありますけれども実際のね会場の寸法そしてね写真の寸法を測ってこういう風に並べますとそういうことをねちゃんと決めて実はいるんですね。まあ、これをやらないでね、現地に写真をとりあえず入れてその場で考えるという方も結構多いんですが、やはりそうするとねやはりこう、どこかで破綻してしまう場合が多いですので、僕の場合はですねこちらの壁はここで何枚ね、縦横の配分はどうだとかそういうこともね、大きさ感も含めて現地を視察してですね決めるようにしていますね。だから写真展というのはですねそういう意味ではまあね先ほどから言うように写真家のね執着駅ねもう本当にもう見せ場であるわけなんですね。だから僕の場合はもう写真展会場ってね普通は写真撮影なんて NG ですけど、僕はもうどんどん見てください、そして写真も撮ってくださいっていう感じでですね写真撮影も OK にしています。あとはですね、こう写真を飾るだけじゃなくてですね、まあ、鉄道写真家なのでこう、ね、改札口、木の改札口を作って置いてみたり、大きく、ね、プリントするためのね、大きく、ね、プリントしたものをゆっくりと見るためのベンチを置いてみたりとか、まあ、そんな感じでですね、写真をただ見てもらうだけじゃなくて、その会場全体でね、こう楽しんでもらう。そういう感じでね、会場をね作るようにねしています。もうそういった意味で本当に僕にとってね写真展っていうのはライブ会場みたいなものなので、そういうところで人の意見を聞いたり、またねネットとかね、本ではこうねできないそのライブ感大きさ、それをね味わってもらいたいなっていうのにねとことんこだわっているんですね。